で iTunes ももう一回触ってで Your Radio Station。FM Naha78.0 沖縄ビジネスサテライト。沖縄県内の法人は約25,000、昨年だけで1,800社もの会社が誕生しております。この番組は企業率全国トップの沖縄県で中小企業サポートに励む3人のコンサルタントがビジネスに役立つ情報をお届けいたします。毎週ゲストに県内の経営者をお招きし、開発秘話や大ピンチ話などぶっちゃけ話などを聞き出します。うちなちの皆さん、あなたがよく知っている商品や会社の裏話聞いてみたくないですか？皆さんこんにちは。沖縄ビジネスサテライト、サテライト本日の代表 MC は私シーマコンサルティング株式会社経営ビジョンアドバイザーの、金城勤でお送りいたします。ではまず簡単にですね、私たちの自己紹介の方をしておきましょう。私はですね、企業及び個人事業者の資金調達を含めて、課題を解決するための、事業計画の策定、まあ、具体的にはですね、まず企業のですね、はい、現状把握をいたしまして、でですね、その企業のですね、まあ、どこに経営資源があるのかということと、あるいはですね、どこにですね、企業のボトルネックかを見つけ出して、経営者のですね、頭の中にある課題をですね、計画書という紙に落とし込んで、創業の計画からですね、また、既存事業と、新事業の相乗効果が見込める実現性のですね、高い計画書のサポートや、またですね、実際に計画が予定通りに進むための PDCA 支援、計画から始まって、まあ、行動をですね、事業のチェックを行って、また、新たなですね、課題に向けての再行動ということを行っております。沖縄ビジネスサテライト、今日は私が番組の方をナビゲートしていきます。よろしくお願いします。早速ですね、本日のですね、ゲストの方をお呼びいたしましょう。本日のゲストは、株式会社スマエコ代表取締役の宇佐美さんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。早速ですが、はい、宇佐美社長のですね、会社を、はい、まあ、会社はですね、何をされている会社か、はい、ラジオのですね、お聞きの皆さんにですね、はい、御社のですね、ご紹介の方をお願いいたします。はい、弊社の方では植物油を扱っておりまして、はい、でこちらからバイオディーゼル燃料、車向けの燃料ですね、はい、これを作ったり、はい、あとは美容向けのオイルを製造して販売しています。そうですか。創業はいつ頃だったんですか？2012年の2月になります。2012年の2月というと今から7年前、はい、そうですね、今8年目になっているところです。あ、そうですか。宇佐美社長は、はい、創業者でいらっしゃるんですか？そうですね、創業者で、創業時は取締役として入っておったんですけれども、はい、まあ、その後代表取締役ということをさせていただいております。あ、そうですか。じゃあ現在代表取締役になられたわけなんですか？はい、はい、で、もう少しですね、はい、エコスマのですね、はい、詳しいですね、事業の内容をですね、はい、教えていただければとですね、はいはい、よろしくお願いします。はい、で先ほど申したバイオディーゼル燃料につきましては、はい、カンボジアの方でやっておりまして。カンボジアですか？はい、沖縄ではなくてカンボジアなんですか？いや、沖縄でやりたいんですけれども、はい、なかなかちょっと土地がなくてですね、はい、まあ、カンボジアの、まあ、カンボジア土地が、まあ、未利用の土地が非常に広く広がっていますの で、うんうんうん、であとはもちろん沖縄は暑いんですけれども、はい、さらにカンボジアは暑いということで、はい、まあ、植物がよく育つということがあって、はいはい、まあ、こちらで
バイオディーゼル燃料向けの油を作って、うんうんうん、で燃料にして売っているということをやっております、うん、そうなんですか、はいはいはい、でもう一つはこれは県内になるんですけれども、はい、あの美容オイルを販売しておりまして、はい、でこれは今4種類あって、その一つは県内の原料で作っています。県内の原料、はいはい、でこれはあのテリハボクという樹木がありまして、テリハボク、はいはい、あ、存じ踊ってるんですか、はい、あ、そうですね、あの街路樹や防風林としてかなり県内で植えられていると思うんですけれども、この種があの非常にありあのつきまして、はい、でこれはそのままあの落ちて捨てられてるだけなんですけれども、はいはいはい、まあ、これを拾い集めて、はい、あの ここから油を絞って美容オイルとして販売をしております。そもそもですね、はい、そのまあ、先ほど創業された時に、はい、まあ、バイオディーゼルから始まったと思うんですけど、はい、どういった思いで、はい、まあ、創業をですね、はい、していこうと思ったんですか。うん、はい、そうですね、このバイオディーゼルに関してはあの学生の頃から少し研究をしておりまして、はい、でその後あの、まあ、前職の会社でもやっておって、はいはい、でその時に沖縄県で研究をする機会がありまして、はいはい、まあ、あの県内の企業様やあの、まあ、県内の方と連携して研究をしていて、はい、でその後ちょっと私のいた会社が沖縄から撤退することになりまして、はい、ただちょっとまあ、せっかくあのいい成果も出ていたものですから、うん、ちょっともったいないなということで、うん、あのぜひ、まあ、新しいその事業化のための会社を作ってこれを事業化していこうということで、まあ、創業した経緯があります。あ、そうですか、はい、もともと宇佐美社長は、はい、まあ、別の会社で沖縄の方に、はい、まあ、いらっしゃったわけなんですね、はい、でそれで10棟その、はい、まあ、バイオディーゼルの、はい、まあ、別の事業所の方で研究をされて行っていたと、はいはい、そうですね、はい、まあ、やっぱ会社のいろんな都合があって、はい、沖縄からちょっとまた出ていってしまうと、うん、いうことがあって、はい、このままではもったいないなと思って、はい、沖縄に残って、はい、新しい会社を作られたということだったんです、うん、その通りなんですね、うん、そうなんですか。いや、ちょっと前の会社があの、はい、アフリカに集中することになりまして。アフリカですか、はい、ちょっとアフリカに行くか、まあ、沖縄に残るかみたいな感じになって、はい、ちょっとアフリカはと思いまして、ちょっと、はい、それで沖縄。ああ、7年前、8年前の頃なんですね。8年前ですね。7年前、8年前、はい。うん、そうだったんですか、はい。なるほどですね。でじゃあそれでまあ創業されて、はい、で、まあ、やられたことなんですけど、はい、まあ、実際にですね、創業されて、はい、まあ、スムーズに事業っていうのは、はい、うん、行かれたんですか。いや、これはもう全然ダメでして、もう全くあのトラブル続きでしたね。はい、あの元々の事業形態としては。はい、まあ、海外から植物油を輸入して、はい、で沖縄県内で加工して売るという、まあ、単純なビジネスを考えていたんですけれども、うんうん、まあ、当初はミャンマーから原料を輸入していまして、うん、はい、で当初はまあ多少は順調にいったところもあるんですけれども、はい、だんだんその納期が守られなかったり、その品質が、そう、輸入の問題ですね、はい、そうですね、それで原料がうまく入らなくなってきて、うんうん、でインドからもあの輸入を開始したんですけれども、うん、これもなかなか品質面で難しいところがあって、うん、まあ、なかなかそのいい油がちゃんと手に入るということが難しくて、うん、ちょっと事業がなかなか立ち上がらなかったところがございます、うん、それ結構苦労していたっていう、いや本当にうまくいかないことばっかりでしたまあ今でもそんなうまくいってないんですけど、はい、はい、じゃあそういった形 で、はい、でそれで今先ほどですね、はい、あのバイオディーゼルに関しては、はいはい、カンボジアでされているというお話があったんですけど、はい、でまあ、なぜまたカンボジアの方に行かれたんですか。はい、うん、はい、そうですね、あのそのあそうやってバイオディーゼルやってる中であの沖縄県の方から支援をいただくことができまして、うんうん、まあ、その研究資金をいただいてちょっと研究をすることができて、うんうん、でその中でそのバイオディーゼルの原料の生産から、まあ、その加工技術まで全部一通り研究ができたんですけれども、はいはい、その時にあの原料生産のところもかなり研究をして、うん、で県内でもやりたかったんですけれども、うん、やっぱりちょっと東南アジアがいいということになって、うん、でまあ、様々な国比較検討した結果、まあ、カンボジアがいろいろな面で有利だということが分かって、うん、でカンボジアでまあ原料を作ることになったという経緯があります。ああ、そうなんですね、はい、じゃあ宇佐美社長は沖縄とカンボジアを行ったり来たりする、はい、そうですね、まあ、あの現地に一人駐在がおるものですから、はいはい、まあ、基本的には任せておるんですけれども、はいはい、まあ、行ったり来たりはしたりしておりました。はい、してます。はい、結構ね、大変じゃないですか。いや、まあそうですかね、はい、はい、あのまあ、沖縄ビジネスサテライトでですね、はい、過去に出ていただいた経営者の方も、はい、海外の展開して、うん、やっぱりいろんな、はい、食べ物を含めてですね、いろいろ、はい、ですね、あって苦労したみたいでですね、はい、まあ、食中毒とかでそういったことも大変だっていう話もですね、はい、そうですよね。いや、でも食べ物はそんなにあの苦じゃないんですけれども、はい、ただ畑があるんですけれども、はい、まあ、畑がやっぱり
まあ、洪水が起きたりとか、はい、まあ、病気がすごい、うん、流行ったりとか、うん、雨が降らない時期に火事が起きたりとか、うん、まあ、あとちょっと養鶏も鳥もやってるんですけれども、うん、その養鶏で鳥インフルで全滅したりとか、うん、そういうさまざまなことはありました。そうですね、なかなか苦労しないですね、はい、でもう一方 の、はい、病液のですね、はいはい、先ほどですね、はい、テリアボクですね、はい、テリアボクを使われた、はい、これはまたどういったきっかけで。これはですね、ちょっと4年ぐらい前から、うん、ちょっと注目していまして、まあ、ちょっとそれはあの大学の先生から教えてもらって、はい、こういう面白い料理があるんだよと教えてもらったので注目していまして、うん、で4年ぐらい前からちょっとあの研究を少しずつやってきて、うんうん、で結構あの、まあ、日本国内ではあんまり知られてないと思うんですけれども、はい、外国ではもともとその伝統薬として太平洋、うん、ハワイなどの太平洋の島々で使われてきていまして、はい、で結構いろんな研究などもされていて、はい、まあ、なかなか面白い料理ということが分かったので、うん、まあ、去年ちょうど1年ぐらい前からですね、うん、本格的に始めてで販売を開始したということです。はい、ですね、はい、しました。まあ軌道にですね、はい、まあ、先ほどのバイオディーゼルですね、はい、乗るまで、はい、まあ、どれぐらい今かかったって感じですか。まあ、いろいろあったとですね。そうですね、5年ぐらいかかったんじゃないですかね、はい、じゃあ今から 2年ぐらい前からやっとうまく回っていった、はい、いやうまくは回ってないですけどギリギリ回るかなっていうじゃあなんかですね、軌道に乗るために、はい、なんかいろいろ、まあ、工夫みたいなですね、はいはい、ことをしたってことあります。いや、 やっぱりその、まあ、バイオディーゼルに関して申しますと、はい、まあ、当初はその輸入して県内で作って売るということを考えてたわけですけども、うん、やっぱりもろもろ効率化していくと地産地消がいいなと思って、うん、まあ、その現地で作ったものを現地で売るのがいいなということが分かってきまして、はい、まあ、今はもうカンボジアで作ってカンボジアで売ってるんですけれども、はい、まあ、そういうちょっとこうパラダイムシフトというか、うんうん、事業の形態をかなり変えたことが、まあ、一つは良かったのかなと思います。でもあれですね、まあ、普通に考えたら、はい、まあまあ、ちょっとはい、まあ、日本に比べてカンボジアって少し、うんうんうん、まあ、遅れてるというイメージがあるもんですから、はいはい、まあ、そういった意味には、はい、ガソリンとかディーゼルとか、はい、そういったものを、はい、使っていきそうなイメージがあるんですけど、はい、バイオディーゼルって、ね、やっぱ自然環境に優しいというイメージで、うん、はいはい、そこでカンボジアで、はい、うまくいってるっていうのもまたすごいなって感じでですね、まあ、結局別に何ていうかな、特に有利なことはないんですけれども、はい、まあ、燃料の価格というのは世界全体ほぼ一緒なので、はい、日本で売ってもカンボジアで売っても大して変わりないというのがまず一つあって、はい、でそうなると輸送コストがかからない分だけやっぱり有利になってくるというところがあります、はい、なるほどですね、はいはいはい、分かりました。じゃあ、まあ、そういった形で、はい、進められていったというような形ですか。はい、分かりました。まあ、そこの方でじゃあまあ、その中でですね、はい、まあ、何かですね、はい、なんか事業を進めていくので、はい、大きなですね、はい、まあ、転機とかですね、はい、あればですね、はい、教えていただければありがたいなとですね、うん、なんかチャンスとか転機があったっていうのですね、はい、まあ、そういう意味ではバイオディーゼルは淡々と、まあ、やってきたところはあるんですけれども、はい、BOL に BOL の新しい展開をしたことは一つ良い転機だったなと思っています。あ、はいはいはい、というのは、まあ、今回始めてみましてかなりやっぱり反響があると思っていまして、うん、特にその県内の資源を使って、うん、作った県産のオイルというのは、うんうんうん、まあ、内地の企業さん、化粧品会社とかですね、はい、そういうところが非常に関心を持ってくれるところがあって、はい、まあ、そういうところはとてもその手応えを感じているし、うん、よかったなと思っています。そうですね、美容液ってですね、はい、まあ、オイルですから、はい、なんか、まあ、イメージがですね、はい、エステとかですね、はいはいはい、でそういったところを、はい、にですね、がですね、まあ、活用していくというイメージがあるんですけど、はいはい、まあ、まあ、ホテルとかそういったところの方に、はい、では使われてるっていうような感じですか。今のところはそうですね、こういう瓶に入れて小売りをしている、まあ、インターネットを通じて直接販売しているのが一つと、はい、もう一つは主に化粧品会社の方ですね、はい、化粧品会社が原料として使ってくださるということで販売しているところがあります。原料として売られているわけなんですね、はい、そうですね、はい、自らの商品、それはこのオイル自体を自らの商品とするのと、はい、原料として販売しているのの2本立てでやっています。2本立てでされているんですね、はい、じゃあB2B と B2C と、はい、いう感じですね。そうですね、はい、その2つを でやられてるということですね。はい、そうなんですね。はい、じゃあ逆にですね、はい、先ほどいろいろ苦労されたって聞いたんですけど、はい、
もうですね、はい、これはもうダメかなとですね、もうなんか危険にですね、はい、もう危機にですね直面された経験ってございましたか。はい、そうですね、まあ、バイオディーゼルの方でいうと先ほど申したような畑が洪水で水没したりとか、はいはい、まあ、給料を渡した従業員がみんな一気にいなくなってしまうとか、はい、まあ、そういうのがちょっとショックでしたけれども、まあ、あとは BOL の方で言いますと、まあ、これ初めまして種を集めて作為をする工程があるんですけれども、はい、これが、まあ、種を100キロぐらい集めて、はい、でそこから7キロぐらいの油が取れるんですけれども、うんうん、まあ、この100キロ集めるのは非常に今大変ですし、うん、まあ、それを加工するのも、ね、まあ、現時点ではまだ手作業の部分が残っていまして、うん、かなり私自身その手で割ったりとか加工してというのをやってきて、はい、まあ、これは肉体的にかなり辛かったなとは思います。はい、ちょっと炎天下の中集めたりとか、はいはいはい、雨の中集めたりとか、はい、で草むらの中からこう拾わなきゃいけないので地面に這いつくばりながら探したりとか、はい、そういうのをやったのはちょっと辛かったですけど、はい、ただ売れると本当に嬉しいので、はい、やってよかったなと思っております。やってよかったなですね。はい、あ、そうですね。じゃあこの苦しいですね、はい、局面が、はい、まあ、バイオディーゼル、はい、まあ、美容液って、ね、いろいろあったかと思うんですけど、はいはい、それを乗り越えるためのですね、はい、なんかですね、はい、モチベーションみたいなですね、うん、はい、意地っていうかですね、はい、そういうのはどんなことがありましたか。まあ、意地はやっぱりかなりありますね。はい、やった途中でやっぱり諦めたらもう終わりですので、はい、まあ、やめられ、まあ、なんとか成功させたいという意地はあったのと、うん、あとはあんまり早く見切りをつけないように気をつけなきゃいけないなとは思ってました。はい、まあ、ちょっとうまくいかないとすぐやめたくなったりするんですけれども、はい、まあ、特に私見切りがちょっと早いのかなと自分で思っていて、はい、まあ、そこはちょっと我慢をして苦しくても、まあ、続けなきゃいけないのかなと思いつつやってました。そうですか。じゃまたですね、はい、まあ、7年間お仕事されてきて、はい、経営者としてですね、はい、まあ、喜びをですね、はい、まあ、感じてる時には、うん、はい、まあ、またですね、はい、嬉しかったことですね、はい、あれば教えていただけますか。はい、まあ、やっぱり最近、まあ、特に最近でいくとこの OL が売れたのを本当に嬉しかった。最初に売れた時は本当に嬉しかったですね。うん、まあ、リピーターとして買ってくださる方もいらっしゃって、うん、本当にもう足を向けて眠れないような気持ちで、うん、感謝しています。そうですか。はい、経営者としてですね、はい、いつもですね、はい、まあ、気にかけてることとか、うん、はい、まあ、心がけてることっていうのがあれば教えていただけますか。はい、そうですね、まあ、やっぱり、まあ、自分の意見というのは自分の考えというのは、はい、所詮は自分だけの考えで、まあ、足りない部分も十分ありますので、はい、まあ、従業員含めて、まあ、様々な方の意見は取り入れて、うん、あんまりこう自分の意見と違うものこそ取り入れるようにしたいなと思っているところはあります。あ、なるほどですね。今いいことですよね、やっぱり、ね、はい、まあ、いろんな、はい、従業員の方の意見もですね、はい、まあ、取り入れていくっていうところはですね、うん、やっぱりですね、やっぱり自分のだけで見方がですね、はい、全然視点が変わるっていうところもありますからね。はいはいはい、またですね、はい、まあ、一見仕事と関係ないように思えて、はいはいはい、で意外や、仕事経営に役立ってるなって思われたことってございましたか。ああ、そうですね、それでいくと学生の頃は、はい、東南アジアをちょっとさまざまバックパッカーで旅行したことがあったんですけれども、はい、で、まあ、カンボジア含めていろんな国にちょっと回ったんですが、うん、まあ、それはちょっといろんな東南アジアで仕事する上では役に立ってるのかなと思ってます。はい、逆に先に見ていたっていう、はい、そうですね、先に見ていて、はい、雰囲気が分かってたのは大きかったかなと思います。うん、そうですね、今現在ですね、はい、何かですね、はい、まあ、困っていることや、はい、ビジネス上などの、はい、課題がありましたら、これはもう言える範囲で結構ですので、はい、教えていただければなって。はい、あ、なるほど。まあ、それでいきますと、はい、まずこの玉のオイルに関してですけれども、はい、種が、まあ、種を原料にして今自分たち集めてるんです。これが足りなくなってきていまして、うんうん、でちょっと自分たちだけで集めるのも限界なので、うんうん、いろんなところに樹木がありますから、はい、そちらの近くの方に拾っていただいて我々が買い取るような仕組みというのを作れないかなと思っております。自然にある程度やっぱり発生してるから、はいはい、生産を、まあ、まあ、やっていくっていうわけでもなくて、はい、現状では、はい、それでやっていけ今あるものを使ってやっていける状況ですね。あ、そうなんですか。はい、それでやれるわけなんですね。はい、ただ集めるのが手間がかかるので、はい、それを沖縄の方に協力していただいて、うん、我々それを買い取らせていただくような形ができないのかなと思っています。はい、じゃあ宣伝しとかないといけないですね。そうなんですよ。今聞こうと思ったんですけど、はいはいはい、
まあ何かですね、はい、まあ宣伝したいこととか、はいはい、あるいは、今後のですね、はい、ですね、はい、スマイコスのですね、まあ、展望計画のだ、はい、あったらですね、はい、教えていただけないかなと思いましてですね、はい、やっぱり今一番力を入れているのはこの美容オイルになりまして、うん、で特にこの県産のオイルは非常にいいものかなと思っております、うん、やっぱり伝統薬としてかなり長い間使われているので、うん、とてもこの、まあ、伝統的なその薬効というのが認められているところは大きいのかなと思っていて、うん、であとはそのやっぱり県産というのは非常にイメージがいいと思っていますので、はい、まあ、これを広げていければなと思っています。あ、そうですよね、はい、まあ、まあ、今先ほど、まあ、はい、まあ、スパとかエステの話をしたんですけど、はいはいはい、もうあのね、沖縄もう観光立県になってですね、はい、そうなんですよね、ですよね、はい、もうね、やっぱり2度目、はい、3度目だったら、うんうん、見るだけじゃなくて、はい、体験、あ、そうそう、まさにおっしゃる通りですよね、ですよね、うん、体験ですから、はい、まあ、そういった意味で、はい、まあ、スパエステのですね、うん、やっぱりそこでのやっぱ施術でですね、そうですね、はい、やっぱり美容オイルですから、はい、伸びていくじゃないですか、うんうんうん、でそういったところで、はい、まあ、フェイスとボディとかですね、はい、まあ、両方ですね、はい、うまく活用してですね、はい、しかも沖縄の県産素材で薬用的な部分もあるっていうところ で、ね、まあ、そうそう、薬用はかなり強いので、うん、はい、そこはぜひあの体感してほしいなと思っています。そうですよね、はい、まあ、私新潟出身であの沖縄にはすごいいいイメージがもともとあって、はい、あの新潟の人、新潟雪国ですので、はい、やっぱりあの南国にすごい憧れがあるんですよね、はい、内地の人から見ると本当に沖縄いいところだなっていうのがあるので、はい、そのイメージをうまくこう、まあ、活用させていただいて、うん、こういうのを、まあ、県内外に広げていきたいなと思っています。ではですね、あの、はい、何かですね、まあ、ゲストの方に、はい、あのゲストで今日出演していただいてるんですけど、はいはい、この、まあ、リスナーな皆様にですね、はい、宇佐美社長からちょっとプレゼントがなんかありそうな、はい、今、はい、流れがですねちょっとあるんですけど、はいはい、そうですね、はいはい、この県内で作っております玉のオイル、はい、こちらの、はい、ですね、はいはい、この県内で作っております玉のオイル、まあ、30ミリリットルなんですけれども、うんうん、まあ、これをぜひあのリスナーの方にプレゼントしたいと思っております、はい、これをじゃあ、まあ、はい、3名様、はい、3名に、3名様に、はい、送らせていただきます。はい、はい、ありがとうございます、はい、欲しいと思われた方は、早速メールでご応募ください。メールでのですね応募方法を申し上げます。タイトルはおきびじプレゼント応募として、郵便番号、住所、氏名、年齢、職業、お電話番号、プレゼント商品名をお書きください。応募用のアドレスを申し上げます。 okibisi@fmnaha.jp です。応募期間はこの放送から2週間です。6月18日火曜深夜0時まで有効です。どしどしご応募ください。またこの番組は YouTube でも配信していますので、 YouTube FM の派で検索チェックしてみてください。今申し上げた応募用のメールアドレスも載っております。それではですね、最後になりました。あの、まあ、社長の皆さんにですね、はい、伺ってるんですけど、はい、社長にとってですね、はい、経営とは何でしょうか。はい、はまあ、もう人生という感じですかね。人生ですか。あ、もうこれ以外これしかないというか、うん、もうその会社だけという感じです、はい、正直なところ。会社がもう、まあ、自分というか、はい、まあ、自分というか恋人というか、はい、まあ、そうですね、はい、なるほど。それだけやっぱり思いがあるっていう、はい、まあ、やっぱりこれだけ長くやってるとかなり思いがありますね、はい、うん、あるってことですよね、はい、はい、なるほど、勉強になりました。いや、まあ、あの、まあ、今週のですね、沖縄ビジネスサテライト、本日はエコスマの宇佐美社長にお越ししていただきました。貴重なお話をどうもありがとうございました。ありがとうございました。今日もですね、まあ、宇佐美社長にいいお話がですね伺うことができましたですね。まあ、今日のですね、まあまあ、いつもですね、お厳しいキーワードっていうことを、まあ、選んでいくんですけどですね、まあ、まあ、経営とはというところからですね、まあ、宇佐美社長のですね人生そのものっていうような感じでですねあって、やっぱりあの経営者っていうのは本当にですね、
まあ授業もそうだと思うんですけど、まあ、自分の家族のようにですねやっぱり大事にしに行きながらやっぱり、まあ子供を育てるような感じで会社を育てていくっていう感じでですね、でそれがやっぱり、まあ継続してですね事業がまあ続けられるっていうような形でですね、やっぱりあの経営っていうのはやっぱり利益を出すことで事業が続けられるっていうことで、決してまあ儲かることが大事なんですけど、まあ、懐に入れるというわけじゃなくて、次をやっぱステップしていくということでですね、そういう話をですね、今日ですね、まあちょっと宇佐美社長の方からですね、言葉としてですね、伺ったのかなと思います。はい。この番組はですね、沖縄の企業をですね、まあ、元気にする、シーマコンサルティング株式会社、株式会社キャリア&スタディの提供でお送りしました。というわけで、次回も水曜日午前10時半、沖縄ビジネスサテライト、来週も素敵なゲストをお招きしてお届けいたします。それでは次回もあの人に学ぼう、沖ビジでーす。